皆さん、おはこんばんちは。ポリプおじさんだよ。最近、動画の更新頻度が下がってきているポリプおじさんだよ。そろそろ動画を作らないと存在を忘れられてしまいそうなので、作ってみたよ。プライベートの方では相変わらず、コアカを買ってドバーしたり、新しいポリプをお迎えしているよ。コアカの袋に完全に顔が映り込んでいるけど、正直どうでもいいので、そのまま使ってるよ。コアカはヤフオクで買いました。本当は500匹くらい買いたかったけど、200匹しか出品されてなかったから、トリマ、200匹だけ買っただよ。こっちが新しくお迎えしたポリプテルスだよ。名前はウィークシーっていうウアーゴ系のポリプだよ。ところで、いきなり豆知識なんだけど、本当はポリプって、ポリプ、テルスじゃなくて、ポリ、プテルスって言うんだよ。本当だよ。知ってたけ？たくさんのヒレという意味の名前だから、ポリ、プテルスなんだよ。ポリプで単語を切るのは本当は間違っているんだよ。なので、私、来週から、プテルスおじさんに改名します。嘘だよ。ウィークシーの梱包は水漏れしていたけど、そんなにドバドバと漏れていたわけじゃなかったから、大丈夫だったよ。ただ、梱包の袋ごと水温合わせで水槽に入れた時に、濡れた新聞紙の切れ端が水槽に入ってしまって、ガチションボリチンデン丸だったよ。ポリプテルスには大きく分けて、ウアーゴ系と下アゴ系がいるんだけど、一般的にはウアーゴ系が小柄で、下アゴ系と言われる種類が大型になるんだけど、実は今回お迎えしたウィークシーはウアーゴ系の中でもかなり大型になる種類だよ。ウアーゴ系の中では特にオルナテピンニスとウィークシーは大きくなるから、お迎えするときには要注意だよ。ちなみにうちにいるオルナテピンニス2匹はすでに40センチを超えているよ。私はウアーゴ系のポリプは基本的には90センチのオーバーフロー水槽で飼育しているんですが、ポリプ同士のサイズを合わせているので、少し大きくなったデルヘッジ、オルナテピンニスは120センチ水槽に入れてます。今回、お迎えしたウィークシーはすでに25センチくらいあって、大きくなる種類なので、いきなり120センチ水槽にお迎えすることにしました。この水槽の制空権はフラワーとオマン番長が握っていて、時々呼吸をしに水面に上がってくるポリプをどついているんですけど、どうやら新入り君のウィークシーが気になって仕方ないみたいです。フラワートーマンは少しストレスを与えると青みが出て、発色が良くなると言われているのですが、新入り君のウィークシーが来たからなのか、いつもよりは少し青みがかった発色になっているような気がしなくもないでもなくない感じです。ちなみに自分で言うのもなんですが、外部フィルターのエイハイム2260を先日、念入りに洗ったので結構水槽の水が切れてると思わへんか。水槽の水がキレッキレに切れてやがる。ありがてー。ここ、ポリプおじさん検定試験に出るので、もう一回言います。水槽の水がキレッキレに切れてやがる。ありがてー。
いやぁ、マジで、焦ったわー。ベランダで10分ほど水質合わせやって、部屋の中では他の水槽の水替えをやっていたんですよ。そうしたら、どさっと嫌な音がしたので、慌ててベランダに行ったら、ベランダの排水口にウィークシーが逃げようとしていたんですわ。もうちょっとで排水口にポリプテルス流すとこだったわ。皆さんも、ポリプテルスをお迎えした際には排水口にポリプテルスを流さないようにお気をつけくださいね。これで多分30件くらいはまた、ポリプおじさん死ねとか、わざとやってるだろとか、アクアリウムやめろとかコメントが殺到するよね。サボキッズ、怖いよね。少年、中年、壮年、抗議が殺到すると思うよ。でも、俺はやめないよ。ポリプテルスが躍動する水槽を皆さんに見せたいね。さてと、悪ふざけはほどほどにして、お迎えしたウィークシーですけど、少し緑がかっていて、いい感じの色合いですね。ブラック水槽に入れたので、これからどんな感じの色合いになっていくか、楽しみだよ。ウィークシーはパッと見た感じ、体に対して頭が大きな感じがしますね。頭が大きな分、体も大きくなっていくのでしょうか。手前のポリプテルスがオルナケピンニスです。今、目測で40センチくらいでしょうか。オルナケピンニスも、ウワーゴ系の中ではかなり大きくなる種類なので、熱帯魚屋さんでは比較的手頃な値段で販売されていますが、習性、飼育するには、それなりのサイズの水槽が必要になるので注意が必要ですよ。まあこんな感じでいつも通り、ダラダラとした感じの動画になりましたが、いかがだったでしょうか。なんだかんだでうちのポリプテルスの種類と数も増えてきましたよ。あと今現在で入手しやすいポリプテルスだと飼育していないのは、レトロピンニスとザイールグリーンくらいでしょうか。カタンガエとかコリバとかラプエン、パルマスとかアシュとかレアな種類まで考えるとまだまだですが、まあ、ポリプテルスをたくさん飼育できるのは本当に楽しいですね。近いうちにまたポリプテルスの動画をもう一本くらいは作ろうかなと思っているので、お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。また、まったねー。